さてこれまでにポンピー関内のいろんなタイプの邸宅を紹介してきましたが、覚えていらっしゃいますか？広大なお庭に生けすが設けられたユーリア・フェリックスの屋敷、ナイル川をイメージした運河のあるオッタビウス・コバルティオ邸、ポンペイ最大の邸宅を飾る数々の床モザイクで有名なファウヌスの家、そして庭の向こうに突如現るヴィーナスの姿が印象的な家など、それはそれは見事な装飾や工夫が凝らされた造園に圧倒されっぱなしでしたよね。しかしそれらがどんなに贅を尽くした豪邸であっても、言ってみればあくまでも街中でのこと、つまり郊外にはもっとスケールの大きな別荘が佇んでいたのです。ベスビオ山麓ではナポリ湾沿岸を中心に豪華な別荘がいくつも立ち並んでいました。それはポツンポツンと点在していたわけではなく、数十軒の屋敷が寄せ集まっていた別荘群と呼ばれるもので、それらの屋敷から類を見ない素晴らしい壁画が出土しています。例えばトーレデルグレーコのソーラ地区、海浜別荘と名付けられたこの屋敷からエジプトの青を基調にした天井画が見つかっています。目の覚めるような青がとっても美しいですね。また以前ご紹介したオプロンティスのポッパイアの別荘では、聖域をテーマにしたダイナミックな壁画が見事でしたよね。一部がまだ埋まったままのこのお屋敷は、未だ全貌が解明されていないものの、とてつもなく広大であったのは確かで、敷地内には長さ60メートルに及ぶ巨大なプールも設置されていました。その巨大プールの周辺にたくさんの彫像が飾られており、以前ご紹介したサトゥルスとヘルマフロディーテの像もその一つだったんです。またプールの側面にゲスト用の休憩室がずらーっと並び、部屋の間に設けられた小さな庭と壁面に描かれた庭園の風景、窓越しに見える壁面の庭の風景が透視画法のような効果をもたらしています。内陸部のボスコレアーレでも素晴らしい壁画のある邸宅が見つかっています。建物が複雑に入り組んだ大都会を思わせる建築的要素のある壁画。この邸宅の発掘当時は文化財を保護する法律がまだなかったため、分断された壁画は売却され世界各地に散らばってしまいましたが、その一部をメトロポリタン美術館で目にすることができます。ナポリの考古学博物館にも等身大の壁画が所蔵されており、彼らが一体誰なのか、またこの絵の意図するところも明確ではありませんが、柱の横に立つ人物がカウシカ帽をかぶり、星の紋章入りの盾と長槍を手にしていることから、マケドニアの王子ではないかと。またその隣で頭にミトラをかぶり腰掛けている女性は王子の母親。一方ヒゲを蓄えサンダル履きで杖をつく老人は王子の家庭教師であった老哲学者ではないかと言われています。続いてポンペイからほど近いモレジネという場所からは、高速道路の拡張工事の最中にあるお屋敷が見つかりました。耐水層に浸っていたため発掘に困難を極めましたが、見事その保存に成功しました。朱色の壁面には文芸音楽舞踊を司るギリシャ神話の女神ムーサが描かれていたり、ディオニソスの神女であるマイナスが宙を舞う姿で表現されています。この素敵な壁画のある屋敷は、何でも公安関係の組合本部だった可能性もあるんだそうです。最後にご紹介するのは、ナポリ湾とベスビオス山が一望できるスタビア方面です。
どうですかこの景色。そりゃ誰だってこの辺りに屋敷を構えたくなりますよね。というわけでこの辺りから45もの別荘が見つかっているんだそうです。その一つがこちらのビンラサンマルコで、聖マルコに捧げた礼拝堂が近くにあったことからそう呼ばれています。この一帯は18世紀のブルボン時代にすでに発掘されていたんですが、時を同じくして話題を呼んだポンペイ石が注目されたため、こちらは放置状態。20世紀になってから本格的な発掘が始まり、今も修復が続けられています。屋敷にはアトリウムや寝室、食堂にサロン、浴場が完備され、1万1000平米を超える敷地ではワイン製造やオリーブオイル製造も行われていたようです。こちらも全貌はまだ明らかになっていませんが、見つかった壁画によるとこんなお屋敷だったのかもしれません。大きな中庭に面した長い回廊。その奥にはゲストルームが配置され、以前ご紹介したこれらの壁画もこの奥のゲストルームに書かれていたものなんです。頭が蛇でできているゴルゴンの首を切り落とした英雄ペルセウス。パラディオンを抱えた女神アテナの助祭司イフィゲネイア。細長いプールの先はあまり形をとどめていませんが、湾曲した部分にはトンネル通路が設けられ、かつてはこのようにとっても洒落たプールサイドになっていたようです。しかし現在は土砂崩れのせいでしょうか、通路が塞がれた状態でした。変わって今度は中庭から海の見える方へ移動していくと、わあ、ベスビオスさんとナポリ湾の風景が最高ですね。さすが古代ローマ人、絶景ポイントを見逃しません。もう一つ大きな庭を囲む回廊には、類を見ないほど質の高い天井画が描かれていました。さてこの中央部分に何が描かれていたのでしょうか。これ私が最も感銘を受けた壁画の一つなんですが、縦と横に交差する円は天体を表しているんだそうです。ではそこに描かれた人物は、青い衣をまとい、麦の束を抱えるクーピドを引っ張っているのは夏の擬人像。その横、ブドウの葉の冠をかぶっているのは秋の擬人像でしょう。わずかに残る右下部分にはマントを羽織ったクーピドを連れ立った冬の擬人像。ということはこの欠落した部分に春の擬人像が描かれていたに違いありません。つまりこの絵は電球の間で踊る四季の擬人像とともに移りゆく時の流れや大地がもたらす恵みを表していたと思われます。で改めてこの画面をよく見ると、天の極に円弧が一つ、そこからちょっとずれたところにも円弧が五つ。これは惑星の軌道を表しているんだそうです。ビーラ・サンマルコの近くにも桁外れの別荘が見つかっています。あのテセウスに捨てられディオニソスに見染められたアリアドネの壁画が見つかったことからビッラ・アリアンナと呼ばれています。現在発掘されている部分は2500平米ですが、こちらも優に1万平米を超えることでしょう。こちらのお屋敷でも素晴らしい壁画の数々が見つかっていて、以前ご紹介した髪の毛を解く少女などもすべてこの家の壁面を飾っていたものなんです。現在大規模な修復のため、柵越しでしか見ることができないんですが、その中で一風変わった壁画がこちらです。毛織物のデザインからヒントを得た刺繍の施されたリボンが斜めに走り、網目状にタイルを四角く区切っています。タイルの中に描かれた花や鳥、
女神やクーピドなどの小さなモチーフ。その四隅に描かれたバラの花は、つぼみから開花するまでの様子が実に丁寧に描かれています。またサロンの壁面にも、これらの美しい女性の絵が描かれていました。鮮やかな青や緑をベースに描かれているのは、左から体を斜めに向け、物思いにふける狩猟の女神、ディアナ。白鳥に化けたゼウスと交わるレダのドレスがふんわり広がっています。金色のマントを肩にかけ、静かに一点を見つめる王女メディア。花を摘みながら軽やかに足取りを進める花の女神フローラは、弾む心を映し出すかのように衣が翻り、見えそうで見えない横顔のチラリズム。うなじから背中にかけて色気が漂う、この後ろ姿が魅力的です。大好きイタリアでは、この美しい見返り美人の絵はがきをプレゼントしています。ご希望の方はぜひ投げ銭にチャレンジしてみてください。そしてまた、この屋敷のテラスからも、ベスビオスさんとナポリ湾の絶景が広がります。当時はこの下に船着き場も設けられていたことでしょう。あ、船着き場で思い出しましたが、かの大プリニウスが79年の噴火の日、スタビアのポンポニアス邸に身を寄せて命を落としたんでしたよね。ひょっとしたらこの屋敷がポンポニアス邸だったのかもしれない。そう思うだけでワクワクしてきませんか？チャンネル登録してぜひ一緒にワクワクを楽しみましょう。それではまた、チャウグラッツェー。